平島は北海道の宗谷湾にある無人島。面積は0.002平方キロメートル。周囲約200メートルほどの平坦な島。島全体が玄武岩の貫入体である。北西約700メートル沖合には日本最北端の弁天島がある。アイヌ語ではカモメの床を意味する馬しそと呼ばれ、多数のカモメが止まる島であることを表した地名とされる。 一帯は昆布、ウニが豊富な暗礁帯であり、海鳥も多い。稚か市の中心部から海岸沿いに、東へ6キロメートルほど行くと、山内地区があり、その沖合に、平島、弁天島がある。山内からこれらの島までは、海底に岩場が連なっており、江戸地公駅の最も古い時期にはここに公駅地が置かれていた。当時は一帯を、アイヌ語で、と称し、 これは、磯岩の騎士、岩所の意味だったと考えられている。後に公益場所は、南西の弁止まりに移されたが、その名を嫌って、霧かとまりと呼ばれたこともあったが、宗谷の名称を当てるようになった。文政四年の第二本宴会予知禅図では、弁天島にあたる塩屋の南に、岩礁群を描いている。火影七年観光の江戸地禅図では、 宗谷の沖に二つの島が描かれている。安政三年に松浦武四郎が行った調査の記録である手控えでは弁天島にあたる本無尻の南に平坦な島を描いている。ただしいずれの資料においても島の名称は記載されていない。宗谷という地名は北海道の海岸地帯にはよくある地名で、襟も岬の東にある初谷も同じ語源とされている。 ありがとうございます。